描いた夢と
「くじけそうにもなるけれど」
しいだけ心配はしていないよ。マイスイートホームと、明日から11月ということでちょっと寂しいバラードにはなってますけど、ノベンバーということで聴いていただきましてありがとうございます。今回は11月ですけども、11月となるとお知らせが一つありますね、FM の。そうです、ね、明日です。もう、はい、3時間後というか、まあ、日付変わらないとダメなんですけど、はい、明日11月から1ヶ月間、はい、新しくツースマイル、この間 CD を出したんですけど、私しれっと宣伝してますから ね、出した無限という CD の中のリードナンバー、はい、I See Colors という歌がですね、広島は中国新聞の FM チューピーさんという、ラジオ局でですね、1ヶ月間パワープレイということで、FM チューピーがプッシュしてくれて、 FM チューピーがやってる各番組で、この1ヶ月間強烈に流してくれるということが決まりました。ありがとうございます。次はね、元気の源、さっきも言ったけど1月の3日、はい、3日ですかね、月末の第5土曜だったと思いますんでね、はい、ぜひこのイベントもどん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 大きくしてね、盛り上がっていけたらと思いますので、今日は本当、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは明日も皆さんが住んでる場所に太陽が昇りますように。サンライズ、カモン。
飲みましたよ。きっかけをくれた本日の出演者と来ていただいたお客さんに心から感謝しながら、さらに二人に包まれた優しい光、いつまでも変わらないようにと願って、いつもどこから君に送るお客さんであります。でも次回17回目も本当に一生懸命頑張りますので、皆さんたくさんの笑顔が生まれるように、元気の源になるように、次回以降も頑張っていきたいと思います。今日どうもありがとうございました。国道31号線を君を君のことを思い出すよ。線路沿いに続く海の見えるこの地は君の街と僕の街を繋いで、特別な道、朱色で染まっていく君の送る言葉、寂しいことも優しさで溢れて、窓を開けた時にほら、I'm not afraid to die.
られると幾度に気づけなかった最後の帰り道